必勝ガイドチャンネルをご覧の皆様こんにちは。ちゃんとできるやん。おっさんですがヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張りますということで、だからこれはあのまあ続きにはなってるんですけど、はい、必勝ガイドチャンネルに今ヤングチャンネルがやってきたみたいな感じのことじゃないですか。はいはい、そうですよね。本当初めましてです。ただまあ前半戦からね、うん、まあ、ガイドワークスでやりました、うん、新人編集部員の研修みたいな、笑ってはいけないやっておりまして、はい、これからが、後半戦となっております。まだ見てない人はヤングチャンネルの方で、あ、そうですね、こちらが初めて見たっていう方はですね、うん、もう前半戦の方をヤングチャンネルでやっておりますので、はいはい、そちらの方からの流れとなっております、はいはい、ぜひそちらの方をご覧になって、はい、こちらの方を見ていただければと思うんですけど、前半で言うと、うん、まあまあ新入社入りました、はい、社訓をやって、はい、社長との挨拶を終わり、はい、あと喫煙所ないしがありましての、はい、ここですか、はい、っていう感じなので、うん、まあ、もう早速見ていきましょうか。わ、はい、かりました、はい、俺ちょっとだけ思い出したわ今だいぶね、うん、だいぶね、伊藤がねカメラマンになりますもう一回やると思わんかったわ、あれなあ。雑談にしたテンポが良すぎるね。そうだね、絶対に打ち合わせしてるから、あれ十分休憩できたね、よかったね。いや、はい、うん、休憩なってなかったかな。いや、まあ正直なってないですけど、喫煙所で休んだのに、はい、あの二人どういう立ち位置なんですか。いや、うちのエースクラスの編集部員。編集部員の雑談、うん、この後、はい、仕事、今雑誌で一番人気あるの何だと思う、ヤング DVD ブンブー。はい、雑誌で一番人気ある、うん、帰れまーブン、はい、グラビア正解。おっしゃ、すごい。一番で抜かされるじゃん。え、ちょっと待って、本当に準備してない準備してない。雑誌で今一番人気のあるコーナー、パチンコ雑誌なのにグラビアです、はい、うわ、ありがとうございます。そのグラビアの撮影今から見学に行くんで。え、いいぞ、え、やった。君らが今から今後作る雑誌を作る上で要となる撮影だから、ちゃんとよく見ておくように。はい、はい、行くよ。すごい楽しみ、なかなか見る機会ないから、めちゃくちゃ楽しみ、マジで。あ、私入れるの、こっちは、こっち、はい、はい、こっち、はい、ちょっと、はい、じゃあ、ゆかから。え、私からですか。はい、ゆかは大水、必要ヤングで、え、今中でグラビアの準備してあるから、はい、はい、行くよ。失礼します。失礼します。失礼します。すいません、失礼します。失礼します。え、はい、順番に入って。グラビアか、撮る、撮るんじゃないですか。これいつもグラビアの撮影してるから、はい、そうだ。今日に関してはあのグラビア撮ってるちゃんとプロのカメラマンよく見て、カメラマンさんよく見といて勉強しておくように、はい、あ、はい、で、あの今後仕事をやってもらうことになると思うんでね。あ、はい、わかりました。先生お願いします。必要、大水、湯川、アウト。すごいな、ガムテとな、やばいと、色で判断すごいね。すっげえ本に嫌がっとったよね。絶対嫌だとか言ってんのに、本番だったらやりきりますからね。やりきるよだよ。だから全裸監督全盛期でしょ。いや本当、まさに、ね、まさに本当。なるほどね。すごい旬だったはずですよ、これ発射した時は。すごいな、なんで笑ってんの、失礼だから。あ、いや、先生だから。すみません、そうです、大丈夫ね。はい、大丈夫です。大丈夫かな、撮ってもらうんだからね。はい、できるかな。先生があんな綺麗なグラビア毎回撮ってんだから。はい、はい、大丈夫です。いいですね、はい、先生すみません、お願いします。お待たせしました。お待たせしました。お待たせしました。全員アウト。ねえ、バカにしろよ。言うならちゃんと言えよ。もうあれ慣れとかないと思う。きついわ。いや、パンツがパンツが無理。じゃあ撮影していこうか。はい、やっぱ被写体。あれタレントさん、タレントさん、あれ女の人、グラビアって撮影する側じゃなくて、悪いよ、これしかない。撮られる側なんだ。はい、行くよ。ナイスですね。どこ撮ってんの、どこ撮ってんの。
これナイスですね。糸にしておるや。糸にしておるやつだ。いいね、そのポーズ。はい、もうワンポーズ。どうか。ナイスですね。いや、顔全く動いてないけど。全員アウト。いや、違う、だって顔動いても全く動いてないもん。あの人、絶対捉えられてない人じゃん、写真。いいですよ、嘘じゃん。絶対。覚えてなかった。確かにお腹しか見えてないのに、ナイスポーズですね。もうおかしいのよ、ね、ちょっとメイク直した方がいいか。メイクメイク何亀足ないの。あ、すごい。でもカメラ兼メイク。ああ。え待ってねそれ待ってよ、もう待って完全品がないね。品がオッケー。オッケーじゃない。全員アウト。何がオッケーだったんだろうな。ちゃんと真剣に勉強しとくように。はい。ね。はい。じゃあ別のポーズでも行こうか。え、ちょっと待ってください。あれ？ああ、いいですね。いいですね。ああ。黒と白の対比が対比そうなの、そうなのやめてくださいな。いったさあ、結論何コントラスト撮っとんの。いや、そうなんですよ。はい、じゃあ、いけ。あれあもうちょい下ない本当にそう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 。はい、いいよ。何のグラビアのカチカチ君とメダルやナイスです。カチ君が低いに当たってエクセレント。あのさ、こいつらそれぞれ大学生と中学生の子供が合うだよなあ。じゃあヤンプアウト。ムムの顔やねん、もう。いったいいんですか、うちの新人、はい、ちょっと今から先生がちょっと新人編集も撮ってくれるっていうから、じゃあ先生、もう好きに選んでいただいて大丈夫なんで。ナイスですね。バットですね。ナイスですね。ここか。大水アウト。叩かれた方がマシだ。いや、本当に叩かれた方がマシ。うわうわうわ。じゃあちょっと後ろで、そうだな、おんぶしようか。おんぶされて、うん、いいよ。あー、そう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 。弱い。小鹿ちゃんみたいな顔。弱い。はい、はい、ナイスですね。ナイス、いい表情。ナイスです。はい、いいよ、その表情。最高ですね。ゆかわさんも顔見えてたよ、今もう。全員アウト。よくないですよ、ほんと。ムムさんの顔、ほんとよくない、うん。笑ったんや。じゃあもう一人行こうか。じゃあもう一人。あ、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 もう一人出てもらって。もう一人取って。じゃあすみません、もう一人あのお力お貸しいただけるということで。新人なんやから頑張っていけよ。ヤング、引き強、大水、アウト。ねえ、取られてたよね、今ね。本当にここでカシャって
はいだ。いや。カモフラージュしてる。シャッター音新しい。新しかったな、今のやり方。シャッター音。プロだった。じゃあ行こうか。いや、わし買い本で。言う通りにするやで。はい、わ、はい、かりました。はい。はい、じゃあ、お二人、白いお二人が肩に手を乗せて近づく感じかな。密着して。ああいいですね。ナイスですね。ナイスですね。いいよ、そのまま、そのまま。最高。かわいい。かわいいよ。関係ないもんね。ナイスですね。ああもっと、もっと寄って。いいよ。いや、もう寄らずですね。え、嘘でしょ。全員アウト。っての意味がないのよ、もう。本当にさ、伊藤のブリーフの中に送信機入ってるんでますよ、そ送信機入ってんだよ、あれ。はい、じゃちょっとチェックしてみる。あ、そうですね、はい、あ、じゃあ、ちょっと戻って、はい、うん、撮影の方はもうこれで人頼みでちょっとチェックするみたいだから。はい、はい、ここでいいんだよ、今、はい、撮れてるでしょ。あ、撮れてない。あ、さっきの写真。いいじゃん、おー、いいよ、仕上げてんね。うん、やりますね、本文が効いてましたよ。うん、ちょうど女性のほら、はい、骨がここに乗っかってる感じが。あ、いいですね。うん、あ、先生、一応あの新人なんで、はい、あのもしよかったらお勉強のためにあの、はい、ちょっと見せていただいて、見たい、教えていただいてもよろしいですか。お願いします。全員アウト。今撮って。今撮って。今撮って。え、これここで撮ったやつです。え、青空。ナイスですね。こんなにこんなにきめちゃくちゃ綺麗な外なんですけど。なんか全然雰囲気が違う。ね、資料とかないし。絶対違うと思う。ロッカーみたいなのないし。後ろに。みんな後ろで見て勉強するやね、ちゃんと。はい。はい。はい、あー、やっぱ相当仕上げてんね。頑張りましたかね。ほらー、いいですね。ナイスですね。この波にちょうど合う。あー、いいですね。湯川さんね。いや、ちょっとこれ、ヒゲ修正しとこうか。あー、そうですね。うん、はい、出ちゃってすいません。いやいやいや、いいです、いいです。まあ、これぐらいが逆にいいのよ。衣装変わってないですか、本当に。こんなのはバッチリだね。そうですね、うん、はい、じゃあ、本当です。飯でも行こうか。あ、います、いいですか、うん、ちょっと軽くね。あ、じゃあ、うん、お願いします、はい、お願いします、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ。お疲れ様です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 。いや、これこれダメでしょ、本当に。誰かわかんない。まっ、あ、だんだんいいところちゃんとやってきてますよ、バーンって。なんか一体同じようなところばっかり。勉強になったね。いや、はい、まあ、これが今ガイドワークスがやってるグラビア撮影だから。あ、そうなんですね、うん、じゃあまた戻ってちょっとしばらく待とうか。はい、はい、こうなるんだな、フィルター通したら。なんかね、すごいよく撮れてるな。いや、すごいよく撮れてます。全然実際と違う。あんなんじゃない ね、あのね、被写体がモデルが逃げてった、そういうのなんか分からんけど。伊藤がな、ムムがやばい、ムムが。いや、ちょっとムムさんな、しかも顔の表情も喋んなかった、ね、いや、そうなんですよ、あんまり喋ってない。写真見るときに顔が雄弁に物語っとるから。よし、ちょっとグラビアの撮影でいろいろ疲れたやろ。はい、はい、疲れました。ぐったりしてます。リフレッシュするのに、はい、な、屋上とかで、ほら、外の風、出た、屋上や。はい、屋上や。あ、全集合や。あったわ。ここまで危ないぐらい、ここ。まあ、でも、そっか。選挙の人いるから、ちょっとみんな、入って。鏡がいる、鏡が。入って。よう集めたな、こんなに。全員アウト。笑うやろ、そんなに。いやいや、言わないよ、光景が。そういうことだもんね。おかしいじゃん、絶対。こんな一堂にお構い。いや、集めんなよな。とよりとりどりの色とりどりの。いや、本当ですよ。
人違うんですけど一人違うはずなんですよ。何やねん桃太郎腹立つわ。すごい、ね、だからシャツバナナなんだ。ちょっと糸静さんいいですか。声を静かにして。こういうメンツ集まってるじゃないですか。はい。で、なんならもうバナナ柄のシャツ誘ってんでしょこれ。ね、絶対もうカミングアウトしちゃいましょう。いや私ゲイじゃないからもう芝居とざけんなよ。あ、痛い痛い行った。いや私ゲイじゃないから。いやいやいや違う違う違う誤解よ。いやだったら聞きますけど、はい、伊藤新さんの好きなタイプ。あー私室伏広治ゲイじゃん。違う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 勘違いだから違うって全然違うよ。187cm 99kg 私はハンマーになりたい全員アウト。我慢しても立ち上げかけてくるこの層。髪の毛メリーゴーランドみたいなことだもん。はい行った。ちょっと勘違いしないでって。私ゲイじゃないから。ちょっと聞きますけど、好きな歌手は誰ですか。私、フレディ・マーキュリー。違う もうファビラスでやれやこんなんを勝手に。いやだから全然違うから誤解だって。私違うのバレてる。いや全然全然。あじゃあ、うん、好きな食べ物は。ああ私はミノタイモリ。レイじゃないね。だからミノタイモリの男バージョン。ええじゃん。私はマグロになった。もう全員アウト。我慢できないね。我慢できない。我慢できない。なんか我慢できない。マグロの筋に見えるもん。マグロ。いった。やめてほしい。もうちょっとこのままじゃ埒が開かないから、うんうん、場所変えよ。ええどこ行きます？二丁目。いや5回だから違うのよ。浴びましょう全然違うの。もっとこうじゃバー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 いいな。ゴリゴゲちゃん5時間ぐらいか。嘘メイクじゃない。そうよし、じゃあお前ら、うん、今から大事なページ作り、これ見学に行くから。はい、いよいよ雑誌ですね。一番大事な仕事やからよく見とくように。はい、こっち行くよ。はい、楽しみね。やっと雑誌作るところやで。すごいな、ページ作るところ。これの時間考えて。今氷を前でピリピリしようから大きな声出さない。はい。この方は早めに発注しといた方がいいと思うんですよね。冷えた。そういうことで、ね。で打ち合わせしてから。だからあの辺とかはちゃんと見学しといたら使いづらいかなとかって思うんですよ。でもどこでしょうかね。ちょっと難しいんじゃないかと思いますよ。いやいや、だから編集長がそのどうでしょうかねっていうそのなんかのらりくらい感が良くないわけじゃないですか。いやでも仕方ないでしょ。だってこういう、いやだって下の人間みんな言ってますよ。なんか優柔不断で全然あいつ使えねえみたいな感じで言われてんすよ。こっちも本人の目の前にしてそういうこと言います。いやだから言わないと思う。だって締め切り来るのにいつまで経ってもそういう態度だからってこっちは言ってんじゃないですか。心を鬼にして。いや大丈夫でしょ。だっていつも大丈夫。いや大丈夫じゃないじゃないですか。だからいつもそうやって大丈夫じゃない感じになってるじゃないですか。ギリギリでこの間も落としそうになってんすよ。いやいやそういうのが良くないでしょ。大丈夫お前がちゃんとしないからだろって。なちゃんとやれって言ってんの編集長が。ちゃんとやれっつってんだ。うるせえな。大崎転がして笑い取ってるとか言ってるけど実際転がされてんのお前だからな。本当は思ってないと思うんすけどそういう感じだから見づら発信してくれないゲストと絡むのが不安でゲストに呼ぶ相手吟味しすぎて同じような相手としか絡まなくなるって言いたいんだと思います。誰が書いたのこれ。な丸読みしようと思った。誰やこれ書いたんだ。そうなんだ。なんか本当よくなった。マジよくなった。誰が言いたかったの。内藤は痛いね。
やっぱあの香料前は白熱しとるな。こういうのが日常なんですね。うん、やっぱピリピリする。いいもん作ろうっていうのがこういう風になってるのかな。だからもう再録やめましょうっつってんじゃないですか。それも前言ったでしょ。いやいや、もう読者から本当クレームの嵐なんですよ。やめてくださいっつってんすよ。全然僕のところには届かないです。いやいや、編集長がそれを止める立場なんでしょ。だから触らないでください。そっちが触ってきたじゃないですか。やめろっつってんだよ。ゆかを止めてれば、編集長だからってやめろって。うっせえな。自分の出世のためにお前バイク使ってんじゃねえよ。本当は思ってないと思うんですけど、バカなふりして金に対する嗅覚が鋭い湯川さんはバイクさんに弟子入りすることでガチ系の仕事もできる足場を固めたわけじゃないですか。そしてそこが用済みになったら塾長さんに寄り添って来店系の代理店とのつながりを固めてるように見えるって言いたいんだと思います。ひどすぎるな。今考えてもひどいね。これ誰やあれ。や原稿書いとんの誰やあれ。悪い人に見えてきた。いった。ゆかわさん見る目変わっちゃうの。そういうことなんですね。ちょっと営業妨害です。読まされてるから。営業妨害って言っちゃった。いや、やっぱペイチつくのって熱くなるもんやわね。パチスロの売り上げ悪いからってパチンコにばっかシフトするのどうかと思うんですよ。それは言い過ぎでしょ。いやいや、言い過ぎて実際数字に出てんじゃないですか。どこの数字に出てる。編集長がそういうの止めてくれって言ってんすよ。下の人間からみんな言ってんすよ。やめてくれって言ってんすよ。だから触んなんて言ってんの。編集長なんなんすか。やめうるせえな。水着の仕事嫌だとか言ってるくせにお前ツイッターのプロフィールで G カップ強調してんじゃねえよ。本当は思ってないと思うんですけど、最初はきっと嫌だったグラビア仕事も可愛い可愛いって言われてまんざらじゃなくなってきてると思うんです。でもみんなその豊満な胸しか見てないから顔見ても大水さんかどうか分かんないって言いたいんだと思います。失礼だろ。本当にあのコメント誰が考えたね。あれマジで書いてるやつ悪いな。本当に悪いよね。本当に悪いな。ひどいな。軽くないわ。見学見学しといてね。見学みんな本当このまんまじゃ雑誌がどんどんなくなっていきますよ。この熱量が。それはそういうこと言うけど、だからもっと早くに YouTube やりましょうって言ってたじゃないですか。もう DVD の時代じゃないんですよ。そんなこと急に言われても。いや、それは編集長が上の人間に言わなきゃダメなんでしょ。いやだから触んなくてんの。なんでこっちから触ってくれたら。止めてください。やめてくれって言ってんですよ。やめた方がいいですよ。いい音なんかもう。うるせえな。うるせえな。全然ただうるせえな。何にももらえんかった。ただうるせえだけ。それは傷つきますよね。マスか。書いたやつ悪いわ。こう言いたかった。言いたかった。熱くなるとこもあるからな。じゃあもうライターの昼飯ぐらいは出した方がいいと思うよ。本当にそんなところまでコストカットしなきゃいけないんだったら我々の給料下げるべきなんですよ。いやこっちも大変なんですよ。いやいや、下からもうライターとか外注の人があっての雑誌じゃないですか。それをなんで上の人間が守んないんだって。全部俺に言われても。いやいや、編集長とかそれを上から集めたってしょっちゅうしてるじゃないですか。みんなで。なん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 。うるせえな。お前はライターとしても父親としても中途半端なんだよ。本当は思ってないと思うんですけど、文章はただ文字数を埋めるだけ、カメラ回しててもただ固定で台を取ってるだけ、父親としても家族のためじゃなく父親を演じることで自分が怒られないように生きてるだけって、死んでるのと一緒だと思って。ダメ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 。これはやばい。そうだよ。パワハラやら何やらシンクって刺さりぶっ刺さってますね。これは刺さっちゃうって。ひどい。固定で台取ってるだけのが死んじゃうって。めちゃかわいそう。あれは容赦なさすぎやな。いやちょっとこのままここにいてもちょっとあの工場の迷惑なだけやから一回戻ろうか。まあ頑張りましょう。はい、任してる。なんだかんだで。よかったよかった、なんか。精神的に痛手を負っただけやった。確かに。すごい私ね、肉体的にも精神的にも。いや、本当やで。一番嫌なあれだったかもしれない。なんか。キス
すよ、もう2回目行かなきゃったらよかったな。行けたヤングアウト、ヤングアウト、ここセーフティーゾーンじゃないの。そうだ、ここそうか、危ないですね、カメラさんがいるからね。行った、精神的にも、肉体的にも痛かったし、確かに期待しちゃった分、あーなんか面白いやつ来るかな。どんズバリやったな、お前の人生やってる感だけやろみたいなやつ。はい、じゃあ今日最後、はい、もうこれ次で最後になるけど、営業部の方紹介するから、はい、今日人はまだね土曜日だからいないんだけど、場所だけはちゃんと把握しとくように、はい、ついてきて、はい、うん、じゃあちょっと営業、こっちだから、はい、ちょっと今日は誰もいないけど、こっちが営業部だ、はい、うん、もしよかったらちょっと皆さんちゃんとね、普段は挨拶せなあかんけど、うん、私は B 型です。あ、女性ライターが向こうで喋ってるけど、嬉しい。やっぱすごいな、伊藤さん。伊藤さんも早くこっち来なって、もうパチンコなんて車両産業なんだから。いやでも、いやいや、いいからいいから、人の目なんて気にしなくたっていいのよ。もうみんなパチンコ踏み台にし終えて、競馬でしょ、競艇でしょ、競輪、みんなやってんだから、始めんなら今しかないわよ。知識なんていらないのよ。ボートなんて一から買ってりゃ大体惜しいとこまで行くんだから。でたまに当たるしね。それにね、外れてもほら来店みたいに負け保証とかあるから全然大丈夫なの。いやでもパチンコが、なんなのよ。確実に沈む船にしがみついて溺死したわけ、あんた。そのまんまじゃいつまで経ったって浮かび上がれないわよ。いいのよ、キャッキャしてニコニコしてれば。データだって選手の誕生日を覚えてればいいんだから、ちょろいもんよ。それにニーズだってあるんだから大丈夫だって。いやでもでももうそのままないのよ。あなたを紹介すればあなたが儲かるし、ボート側も儲かる、そして紹介した私もちょっとだけ儲かる。大水、湯川、ヤングアウト。何の話しとんだよ、何の話あれ。いた、ちょっと、いや急に不穏な感じになったんだけど、これ何これ。あの女子ライター悪いわ。いや、ちょっと悪い話でしたね、これは。味噌ですね。私もちょっと儲かる。いい、私もちょっと儲かる。お水、湯川、ヤング、アウト。私もちょっと儲かるを進まんねえよ、ね、行った。ちょっと儲からんでほしい。佐藤選手、今日誕生日なんです。はい、言ってみなさい、ほら。佐藤選手、今日誕生日なんです。佐藤選手、今日誕生日なんです。いいじゃない、出れる。っていうかもう出てる、完璧よ。ヤングアウト。おかずが落ちる。いった。鈴木選手、モーター出てますね。はい。いや、モーターとか私わからない。いいのよ、出てたって出てなくたって。だいたい出てなかったらコメントに書いてくれるから。あ、そうなんですねって言っとけばいいんだから、コメント読んで。1号艇から適当に流しておけば当たるのよ。いや、でもパチンコが。パチンコはもう死んだの。パチンコは死んだの。名義。パチンコは死んだの。ヤング必要。ユカはアウト。何のセリフやねんあれ。いった。田中選手、行き足がいいですね。田中選手、行き足がいいですね。はい、オッケー。じゃあ行くわよ。え、行くって どこに。戸田よ、戸田。あ、今日玉だったってかな。え、まあ行きながら競輪の話もしてあげるから。あ、競輪ですか。うん、ミッドナイトはね、1から流しとけ、大体当たる。勉強あります、うん、あ、楽しみ。怖いなぁ、あれが新人女性ライターを誘う糸引きやよ。これだ、問題のやつは。あれ、秋山なくんや。これは、あきちゃんの明け。こんなのは台本になかった。絶対アドリブやな。なかったです、こんなのは。どうだった。いや、すごく内容が濃すぎて疲れました。ゆかはアウト。
これもなの。笑ったいや。ほんとと思ってたんですけど。家に帰るまでが研修や。確かに、はい、そうか。まだ帰ってる。頭に入れておきます。うん。規制はどうだった？いやなんか、そうですね。ブラックユーモアがふんだんに散りばめられてて。お前まだ伊藤さんとムムさんに言われたこと引きずってんのか。ヤングアウト。いたすやろ。いた。いや今の痛いな。おみぞ。いやとても充実したそうです、ね、新人研修だったかなと思いますね。ノウハウみたいなのとかも、まあ、ここに入って今教えてもらえたことを、まあ、きちっと守っていればなんか、まあ、先輩の方々とも、まあ、上手にやれるのかなとそういう感じで思いましたんで。唯一この設定守ってちゃんとコメントできるのか、はい、ちゃんとしてる、はい、うん、ありがとうございます。エルカちょっと叩かれすぎて お尻が痛いです。最悪それ最悪。あんなのあるな。ほんまにその髪型叩かれすぎておなっつったよ。なあ。ねえ。いった。本当に。なんで敵が身内におんのや。ね、お腹って言おうとしたから痛い。ちょっとお腹叩かれとると思っとったのかな。そう。尻だから。やっぱジャケットあるかって聞いてライダース持ってくるもんな違うな。全然違います。今日で新人研修が終わったんで、はい、明日からも普通に出社していただいて。頑張っていただければと、はい、ということで、はい、また明日朝の9時に、はい、待ってますんで、いはい、はい、分かりました。はい、引き手アウト。すごい何もんの女の子すごかったな。むちゃくちゃなやつ出たけど、あれ最後あれが誰やったかが最後決めたか。あのプライバシー、プライバシーとかあるから。黒子がさ、そうですね、確かに後々になってね、うん、誰やあいつって思ってます、うん、なんでじゃあ明日から普通に出社するように。はい、よろしくお願いします。いやいや、そういうのが良くないでしょ。いやいやいや、お前がちゃんとしねえからだろって。なちゃんとやれっつってんの、編集長が。ちゃんとやれっつってんの。うるせえなお前、大崎のことを飛んじゃった。だけでぐったり疲れましたよ。なんですか全部合わせて。もうほんと伊藤すごいな。伊藤さん全部伊藤やん、うん、そうね、うん、完全に主演。俺こんなに出てると思わなかった、うん、すごいな伊藤さん。ほぼ全部でしょ。ねえ、やっぱすごかった。一面ロッキーの大活躍。これがですね、うん、あともう一本ありまして、どう、その2022年にこのゼイドンノーで撮った、うん、一度やったやつな、いけない、はいはいはい、だから、ね、あっちは編集部員だったじゃない、はいはいはい、こっちは新人 AD でやったやつや。そう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 、はいはいはい、それを1週間後なので31日大晦日か。なるほど、ですかね。ちょっと待ってください。そう、31日大晦日に更新しますので。なるほど、本家がやらんからね。やらないからうちがやろうということで。すごいな。それも来週ちょっと、はいはい、まず前半はヤングチャンネルで、はいはいはい、後半はまたガイドワークさんのあの、パチンコ必勝ガイドチャンネルさんでやりますので、ということで、はい、ちょっと来週になりますけど、はい、ということで最後締めてください、はい、まああのね、2年ぶりに見直してみたんですけど、はい、くだらねえことやってんな、ほんとな。あおちゃうかこいつらな、本当って思いましたが、はいはい、なんと、うん、もう一本ございます、はいはい、ね。だから本当に大晦日、うん、ね、寂しい人、うん、ね、することない人、うん、ぜひねヤングチャンネルで一笑いしてお正月を迎えてください、うん、ということで、1週間後にまたこちらの方でお会いしましょう、うん、はい、今回この辺でお別れでございます。ご視聴本当にありがとうございました。失礼します。